スムージーとミキサー南アフリカのスムージーバースムージーは凍らせた果物または野菜等を使ったシャーベット状の飲み物である。クラッシュドアイスを使用したフローズンドリンクやフローズンカクテル、アイスクリームと牛乳で作るシェイクなどにも似ているがこちらは材料そのものを凍らせて使用する。フルーツジュース、アイスクリーム、チョコレートやシャーベットなどが 甘み漬けや見た目を良くするために入れられることがあるが、糖分や脂質を多く含むためいくつかの健康リスクが上昇することとなる。細かく切った果物や野菜等を冷凍庫の中に入れ、凍らせる。凍った材料を牛乳やヨーグルト、アイスクリーム、氷等と一緒にミキサーに入れる。ミキサーを使い、かき混ぜれば完成。口の広いグラスに注ぎ、 好みでフルーツ等を添える。水分を絞ったジュースと異なり、牡蠣のような理由により、ジュースよりダイエットに適し、おしゃれで健康的な飲み物との印象を与えられている。しかし、2010年代頃から牡蠣のような見解が示されるなど、健康に関する賛否両論の議論が多く、行われるようになった。ありがとうございます。